ちょいバナ日和では、ほーっと女子バナ日和で入りきらなかったトークを特別にご覧いただきます。それでは、ちょっとだけ、どうぞ。怖い。中村選手、いろんなとこ旅してきて、すごいトラブルとか、バスにあの上着を全部忘れ、荷物と上着を忘れたことがあって、まあ、それはアイスランドだったんですけど、うん、寒いのに忘れたっていうで、うん、あのやばい、これないとやばいってなって、必死にこの何時のどこ行ってたバス乗ってたんですみたいな感じでこのフロントの人に伝えて、はい、こうバス会社とかに電話してもらったりして、で ありましたみたいな、意外といけるんですね結構時間かかったんですけど、まあ、見つかって無事に取り戻せたんですけど、1時間ぐらいこうフロントでこう対応してもらうのを待つみたいな感じになりました。上ちゃんとか英語喋れそうやな。喋れそう一切喋れないです体調を崩したりとか、あ、なんか変な人に絡まれたとか海外では奇跡的に体調は壊さなかったんですけど、あの国内で北海道をこう自転車で一周してる時に、あのその一緒に行ってた友達があのなんか十字炎みたいななって、はいはいはい、であの町ごとにこう耳鼻科ちょっと寄ってみたいな、でまた走って私ちょっと耳鼻科行ってみたいな感じで、まあ日本だから全然大丈夫なんですけど、うん、こう耳鼻科ツアーみたいのもやりました今回のちょいバナいかがでしたか。ぜひ配信中の本編もご覧いただきたいと思います。